何は百景にあるスケフト村、天馬ぐーさ、ふとし天神宮は大阪府森口市にある神社、旧社格は孫社。スケフト天神宮記によると、神社の所在地は道下根港の領地であり、太宰府佐川に際してしばらく船をつないで滞在した場所とされており、出発に際して自身の木造と自画像を残したとされている。また、一説によると、 道座猫が当地に滞在したのは、歌上皇の計らいにより、無実の証明がなされることを期待して、都からの沙汰を待っていたためとされており、この沙汰が転化して地名がスケフト氏になったとされる。道座猫を没後50年後の天略年間に、道座猫を慕う里人によって、道座猫が残した木造をご神体として、祠を建てたのが由来とされている。以降は、 河内国間武田軍大場僧の僧者となり、1580年に小出秀政が、続いて大阪夏の陣の後である1615年に三代目に、当たる小出義秀が社殿を再興したとされている。現在の社殿は、与ド城の城主である長井直政によって1640年に本殿、ついで1648年に拝殿、平殿、新門、新選書、絵馬書。 宝庫が造営された。1746年初円の菅原伝授手習い館にある助太村の段はこの神社がゆかりとなっている。また、1801年に発刊された河内名所図にも見える江戸時代の景観を現在まで残している。境内は高さ20メートルを超える大樹など深い森に覆われており、大阪府の大阪緑の百選に選ばれている。また、 長年にわたり、宝山海の宇治湖数傾斜によって、梅が植栽されており、本殿から境内にわたって、梅に彩られており、初春の名所となっている。また、境内には、観光水鏡の池があり、道真公の滞在の際に、この池に自分の姿を映して、自画像を描いたと言われる。ありがとうございます。